はい、相手のパーティーに持っていきましょう。あー、威嚇2匹か。そしてエルフいんのか。結構だるいな。あー、ヒヒダルマとかいうポケモンやばすぎるんだよな。多分タマフレザーでランクルスってか全員飛ぶんですよね。ヒヒダルマというポケモンやばすぎるんだよな。ヒヒダルマじゃなければトリル展開からでなんとかなるんですけど、トリル展開に対してエルフンでターン稼がれても結構つらい。そして威嚇ポケモンが2匹いるのでそこも結構つらい。でもランクルスかな。初手メガライボルトからのお茶濁して来てくれるとめっちゃ助かるんですけど。でゴルーグがベトン、ベトンの方がいいですかね。水が2体いるので草もいるし、もうベトンですかね。でラス1、困った時の三浦先輩行くか。三浦先輩お願いします。いやー、こんなにニューラに頼るとは思わなかったら、対戦よろしくお願いします。でも強いんだよな、剣舞ニューラ。対戦よろしくお願いします。ギャラー。オッケーオッケーオッケー。いや、挑発持ってたらやばいか。あと、メガギャラの可能性ある。メガギャラだったらメガギャラだったで、まあいいか。一番やばいのは挑発持ってることだな。メトリックルームで引く。オッケー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 。ライボオッケー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 。ここでライボに引かなきゃいけないって相当辛いでしょ。オッケー。電気技読みか。雷とか持ってますもんね、ランクルス。オッケーオッケーオッケー。最近で最近の通りめっちゃいいんで、でこれはランクルスで相当暴れられる。引くギャラ、オッケー。耐えないでしょ、玉再起に耐えないでしょ。オッケー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 、強い、さすがエース。マジで強いな。さあ再起ね、オッケー。初めにランクルスで崩せることを考えると、最後にフィニッシャーとして最適なニューラーを連れてきたのは多分正解っぽいな。髪剣、オッケー。ライボルトと髪剣ですよね。気合玉、気合玉。ちょっと待ってください、ここはいや、気合玉ですね。気合玉で当てる。偉すぎる。強すぎか、ランクルスとかいうポケモン。え、最近でこれ勝ったでしょ。対戦ありがとうございました。ランクルスありがとう。まさかここまで勝てるとはな。はい、相手のパーティー目をっていきましょう。ガルドいるか。このパーティー一番やばいの実はガルドなんですよね。型によっては何もできずに分けるので、いやー、もうこれどうしよう。ガルドを来ないことを祈って戦っていくかどうかっていうところなんですよね。いやー、でも出すよなー。
いやもうこれ来ないこと祈るしかないな、やっぱり勝ち筋がそれしかない気がする。初手シルバディ合わせに行ってもフリータイミングができるやつだらけなんですよね。ランクルス、ベトンも悪くないですね。ランクルス、ベトン、マニュ出したいけど、ゴルーグでお願いします。再生よろしくお願いします。最終戦、このパーティーの最終戦勝って終わりたいけど、多分ギリガルド出されたらおつやなんだろうな。オッケー、ガルドじゃない。オッケー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 。初手じゃなければまだどうにかある。初手だけはマジで終わりなんですけど、トリル貼ります。じゃれつく、オッケーオッケーオッケー、うますぎる。トリルも貼れる。最近でいきます。引いてこないな。直帰か、直帰か、硬い。オッケー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 、うまい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 。じゃれ半分いくか。じゃれつく読み、ベトン出すありか。ただ HP 半分のランクルスがあと受けれるのってそんないないんですよね。素直に切りますか。最近で引っ込めるガルドかな。海竜、おお、海竜、海竜か。丸助でこれ負けは Z だったら、いや自己採する意味あんまないですね。殴りに行った方がいい。さあ一気にですかね。新速、いやそれは全然耐える耐える耐える。ハマチキだとしても耐えるギリギリだったハマチキ確定ですね。 OK、 ここはハマチキ読んでゴルーグ出しに行っていいかな。ちょっと待ってください。うん、出しに行っていい。ゴルーグ出してマリルリ、カイリュウ、ラスイッチ、オッケー。カイリュウ以外は下についてるので地震が一貫するので地震でいきます。マリルリ、カイリュウ、ルカリオあったりか。これあ、霧か、はい。いや、新速の PP 切れるまで死んでんだですね。悪あがきする、落ちる。うん、地震で。落としていいか。待って、ラスイッチ誰だ。ちょっと待ってくださいね。あー、もう悪あがいってきたか増やしてなかったのか、新速増やしてなかったのか。増やしてると思って次あたり殴りに行こうかなと思ったんですけど、マリルリー、はい、増やしてなかったか。ランクルス、キリカのベトンを出します。
アクアブレイク。いやーこれ誰だな、スイッチで飛んだします。ダストシュートで、待って、ただダストシュート読みルカリオあるか、ガルいたらもうしょうがないですよね。でガブ、ちょっと待って、 ここポイント、これ大事だな。ガブビキヨムならレイパン、ルカリオビキヨムなら格闘 Z。 マリルリカイリュー安い値、こっちに電気技も違いないからガブをそんなに出す必要はない。ルカリオかな。ルカリオだった場合ダスト打ってから格闘 Z で間に合うかな。ダスト打ち、あ、もっと考えたかった。引く、あー格闘 Z だったーですよね。いやそんな気はしてたんだけど、格闘 Z 打ちます。頼む、積んできてくれ。うわーだよなー、打てなかったなぁ、くそ。ラスカノー、え、めっちゃ入る。急所かぁ、くそ、格闘 Z 打てた。これ、アクアブレイクだから外しもないんですよね。相手がめっちゃ、S 下げてくれてる、ねえな。あーまあポリツーのトリル軸で下げてくれてる説にかけるしかないか。もしくは抜かれてると思って悪事言ってきてくれる、ダストシュートで。ですよねー。いや勝てたな、格闘 Z 打ってれば勝った試合だったので。いや申し訳ない、ポケモンたちに申し訳ない。くそー、自分の実力のなさで勝たせてあげられないなんて申し訳ねえ。対戦ありがとうございました。いやお前たちはみんな頑張ってくれた、ごめん俺のせいだ、申し訳ない。対戦ありがとうございました。最終戦勝ちで飾りたかったですけど負けちゃいましたね。やっぱり短期間で、はい、では今回の1回目のくじ引きでの全ての対戦結果のまとめのお話をさせていただきます。まず動画化されてない2試合については今のお話の中の後ろでダイジェスト形式でお送りしております。全体の10試合の結果になりますが、5勝5敗で最高レート1510ということで5勝することができました。まあ、個人的には、このくじの結果だと、まあ、3勝ぐらいできたら御の字かなと思ってた中の5勝なので結構満足はしていますが、まあ、動画内でもお話しさせてもらった通り、プレイングさえしっかりしていれば拾えた可能性があるのがあと2勝ぐらいあったので、そこはまあちょっと後悔というか反省しております。じゃあそれぞれ6匹についての、まあ、考察をしていきます。1匹目、日野ヤコマです。選出回数1回で1敗ということで、まあ、パート1でかなりの、戦慄デビューをしたんですけど、それ以降なかなか出ることがなかったっていうところで、このポケモン自体はすごく強いんですけども、パーティー全体がどっちかっていうとトリックルームで攻めていくっていうところで、こう、受け主軸のこのポケモンが、このポケモンしかいなくて、他と特殊系を受けるポケモンと組ませられればもっと強かったんですけれども、まあなかなか今回の組み合わせ的には出せなかったというところですね。なので、まあこのポケモン自体があんまり強くないというよりかは、たまたま今回の組み合わせ的になかなか活躍させられなかったんですけど、まあ出せるパーティーに出して、その時はしっかり役割を果たせるんだっていうところは見せられたので、まあ個人的には、良かったかなっていうふうに思ってます。はい、2匹目です。まあ、エースのランクルスで、選出回数9回、勝利数5勝ということで、まあ、圧倒的このパーティーのエース、選出数と、勝利数1ですね、素晴らしいポケモンです。で、まあ、圧倒的な耐久力と、
火力、まあ、このパーティーの中でですけども、持っていたので、まあ、安心して書店に置いてトリックルームを打つことができたというところと、まあ、トリックルームを張ってしまえば、後続のエースにつなげなくても自身でかなり崩しに行くということもできたので、本当に満足している、いますし、まあ、この子を選んでよかったな、というふうにすごく思ってます。まあ、このポケモンがいたところには、オノノクスやゴーカザルといった他に結構魅力的な、抜きエースがいて結構悩んだんですけれども、結果的にこのランクルスを選んで非常に良かったなと思ってます。はい、次です。ベトベトンです。選出回数5回2勝3敗ということで、思ってた以上に使いやすかったです。弱者配分で結構、物理耐久も高く育てたので、どちら方面でも一発受けれるっていう安心感があったのと、技範囲が非常に素晴らしいので結構崩しに行ってるし、影打ちも持ってて苦しいところにも、相手を倒すことができてすごく良かったかなと思ってます。あの格闘技が2回打ちたい場面があったので、まあ、気合パンチを格闘 Z で一発は打てるんですけど、2発目が打ってないということで、まあ、身代わりも欲しいなと思ったんですけど、他に切る技がないので、まあちょっと、まあ一旦はこれが結論かなと思ってます。はい、すごく使いやすくて良、かったです。はい、4匹目です。炎シルバディということで、2回選出1勝1敗です。で、まあ、予定通りあんまり選出しなかったですし、まあ、あんまり、もともと使う気はなかったので、あんまり語ることもないんですけれども、このパーティー自体がものすごくギルガルドが重いので、ギルガルド対応ポケモンとして、使うべき。で、もしそうするのであれば、身代わりや守るを入れて、相手を一度、フォルムを変えてから殴りに行くとか、もしくはその際に身代わりを張るっていう、こう、タクが攻めてできるためにも、身代わりか守るを入れた方がこのパーティーだったら絶対いいなと思ったので、まあ、ちょっと型をちょっと間違ったなというところは少し反省だなというところだったと思いました。はい、5匹目です。ゴルーグ、選出回数7回3勝4敗ということで、選出数は第2位ですかね。まあ、まあ予想通りくらいの実力、思った以上に強いとかもないし、まあちょっと思ったより弱いとかでもなくて、まあまあこんくらい出してこんくらいで活躍してくれるかなみたいな感じですかね。まあ今西武から巨人に移った野上くらいのポジションかなっていうふうに感じてます。で、火力よりも、耐久がもっとこう欲しいなと思ったので、もう少し耐久ぶりして直球を持たせた方が結果的には良かったかなと思ってます。ただ、まあ、やっぱり特性ノーガードっていうのがなかなかいないので、ノーガードで爆裂パンチが打てるっていうのはやっぱり、まあ、怪力とこの子ぐらいかなと思うので、結構気持ち、使ってて気持ち良さはありました。はい、最後、マニューラで、あ、マニューラ、最後の最後に間違った、ニューラです。選出回数6回、4勝2敗ということで、最多勝率のタイトルかな、今回の中で言うと最多勝率のタイトルを取ってくれましたということで、まあ本当にエースとして十分な活躍をしてくれましたし、まあ助けを盾に剣の舞をしていろんなポケモンを崩しに行ってくれたっていうところですね。ここの順位の幅の中にはケンホローがいて、本当にケンホローと最後の最後までこのニューラは悩んだんですけれども、まあ、これだけの活躍をしてくれたところを見るとニューラにしてよかったなっていうのを結構強く思いました。はい、で以上で今回の6匹は終了となりますので、まあ、次回また新しくくじ引きをして新しいパーティーを組んで、10試合潜っていこうと思いますので、そちらの方の動画もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。